日本人の、神戸市民淡井圭介です。皆さんこんにちは。本日2023年7月の27日、先ほどインターネット記事で、男子バレーボール、イタリアから帰国ですかね、そういった記事が流れてましたので、まあ、日本代表のバレーボール、選手男子の方たち、まあ、まずは銅メダル獲得おめでとうございますというところなんですけど、本音はだいぶ違うんですよね。エネルギーの残存量問題の方ですね。世界戦増やされたら正直困ります。もともとの規定路線であった、オリンピックだけに絞りましょう。ネーションズリーグというものがいつの間にか出来上がった。これいつできたかなんですよね。東京オリンピックがあってからできました。それだったら日本のせいにされますね。エネルギーが大量消費してるの。だからエネルギーの残存量問題、これをまず軸に考えて、先進諸国だ、諸国は過度の少子化で、アメリカも今のところ人口横ばいに見えますけども、あまり増減ないように見えますけども、少子化はある程度進んでるんで、昔のニュースをテレビで放送している以上、状況の把握なんかもう一切できないですね。世界国税制があっても無理ですね。これは移民の方たちがアメリカとメキシコの間の国境の頃に集まってきていたとされる時期、これ僕は小学生の頃からニュースであったと思いますよ。その映像は未だに使ってる可能性がある。となると少子化であると考えると、今日本は過度の少子化なんですけども、まだ1億2000万人存在するでしょう。まあ、生まれてくる子供の方たちもいるんですけども少ないで、片や亡くなる人たちの方が増えていっているので、ここ近年30万人から50万人の数が減ってます。毎年、ここまあ大体の話を混ぜなかったら私も無理なんで、5年以内の話です。で一気に減っていきます今から。で早急な法改正とか、スポーツ業界の荒いエネルギーの使い方っていうものを、これを改善してもらわなきゃなんない。で、何で物事を見ていくかっていうと、採算性で物事を見させてください。もともとその事業が採算性があったかどうか。まあ、今回のネーションズリーグでも、まあ、ニュースの放送で未来から頭の中貸したりはしています。ブロック3人以上は、私にとっては関係ないことですね。しっかりと得点できています、状況もそういう実態じゃないんですよ。世界中各国でどっかの国が言い始めたからとか、それに、食いついてきてね、もっとスポーツ業界栄えようと。それが大きな間違い。もうこれはっきり言っておきます。これ以上勘違いされないよ。何回も言いました。サッカースタジアムなんか、浦和レッズは土地代建物代で700億円以上使ってます。それみんなの税金、巨大な横領罪、体育関係も変わらない。東京都かな、あの辺りの、まあ、なんせ関東の方の体育館、5000人規模収容の体育館で土地代建物代でどれぐらいかかるかって言ったら210億円。無理。建物を建てるのにもエネルギーがかかるし、お客さん入ったら入ったで来てるっていうことだから、エネルギーの消費が激しくなる。ガスは残り50年分ない。技術的採掘可能埋蔵量、今政府に求めてるのは世界中の国連にね、石油、ガス、金属類採掘してる地点の深さ、少し前のデータでロシアで1万5000メートルまで地面掘ってくれてます。それで石油やガスなどを採掘してくれてます。もう正直泣き入ってます。わかるでしょ。世界中の石油とか金属、石炭、ガス、こういったもので年間土砂のかき出し含めて200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってます。で、地上、地下からメタンガスが湧いてくる話なんか、あんなもの真に受けてたらもうとんでもない目に遭いますよ。
国連がもともと、まあ世界各国と見てもいいんですけども、採掘されてる国が数年経っても技術的採掘可能埋蔵量が減ってなかったところの国がいくつかあったんですよ。これおかしいと、どうなってるんですかって、しっかり計算してくださいって言ったら、2019年までの世界国税税、つまり国連のデータに関して石油の採掘可能埋蔵量は69年分だったのが、それは僕は安倍政権の頃に言ったんです。計算しっかりしてて、ちゃんと数カウントしてほしいと、減ってると。それしたらいきなり 53.5 年分、2020年のデータ、今ちょっと電車通ってますから、これね、はっきり言いますよ、もっと数字減る可能性あります。どこからどこの国まで集計がしっかりできてたのか、もうテレビのニュース見たらわかるでしょ。昔も放送とか平気でしてるでしょ。だからもうむちゃくちゃ正しい情報っていうものを放送しなくなって、で自分たちが訴えられたら困るからずっと隠蔽を繰り返す、それが常態化する。常態っていうのはもう常にそういう状況にはまり込んでしまう。みんな世間の本当のことが分からなくなってる。スポーツ業界にもこれ教えたはずですよ。今更知らないとは言わせない。オリンピックだけって言ったでしょ。世界大会バレーボール、もともと採算性合わないから、みんなの税金使ってこれ以上仕事と遊びをごっちゃにされたら困るんです。プロのリーグ作る時点で無理だったんです。そこまでするんだったらしっかりと仕事、力仕事回ってくださいような話だったけども、河川の土砂のかき出し何人行きました？何百トンかき出ししてくれました。正直何百トンぐらいだったら数人で1年間あったら余裕でできます。どうせ体鍛えるんでしょ、すりゃいいんですよ。だから秀和株式会社で私がそのたくさん売れてる頃ね、2000年ぐらいの頃に働いてた頃で、2000年から2001年、1日に年末とかだったら1万リットルほど売れてるところは、たくさんありましたと。っていうことは約10トン運んでるんですよ。給油してお客さんとお金の受け渡し、まあ、もしくは先に投油券を販売しておいてそれをつけて、まあ、出しておいてもらうんですけども、まあ玄関前まで運んだりとか、まあ場合によっては倉庫までだとか、まあ階段のある家とかあるでしょう。だから1階がまあ大体2階みたいな形ですね。だから正直土砂の書き出しなんかあくまでも学生さん の, 運動部のレベルで、まあ1日1人当たり1トンぐらいはしてくださいよっていうことなんですよ。土日祝日ね、まあその朝から晩まで、 朝から夕方ぐらいまでですね。だ 実動7時間あるかどうかですね。1日で休憩時間入れなきゃならないですから、法的にね。だからそのもともと体育館にそのお金払って、まあ、借りるような形でね、試合開催されてるんだとは思いますけども、その僕が言ってるサッカー界とか野球界にその本拠地をね、各都道府県本拠地制度を用いて、複数本拠地制度、まあ南の方から巡業すると。だからもう今年のプロ野球界でね、もう頭の中どれだけおかしくなったら、夏場に沖縄で泣いたあの試合組んでるんですよ。違う違う、3月とか4月とか11月沖縄で試合するんだったら、お客さんの方が持たない。東北楽天とか北海道日本ハムファイターズ、北海道とかあるでしょ。11月なんかもう北海道 100% もう上旬から雪降りますからね。緯度経度見たらわかる。あと標高も加えなきゃなんないんですけども、でドーム球場なんか作られたエアコン使われるでしょ。だから国内でその巡業してもらいながら、ついでにねプロの人たちに毎日試合するわけじゃないから、河川の土砂のかき出しとか行ってもらう。正直上流域は前日が雨の日とかでなければね、まあ長靴さえあれば
土砂のかき出しできますよ。で、そこそこ下流の方で水が集まってきていて、長靴の上越えてくるよっていうようなところでも、陸地でね、砂がすでに堆積してるから、その上だけでもね、先に土砂のかき出し、長靴なしでも本当はできるから、もうとにかくみんな行動してもらわなきゃ話なんないんです。我がの稼ぎのために、頑張られても僕もいい加減その頭なんかかしたりするん嫌気さしてきますから、それをしっかりと自分たちは河川の土砂かき出ししてますよ、これをテレビで放送してもらう、ね、河川の氾濫につながらない防災頑張ってますよ、そういうふうなところから優先して私の力貸しましょうかと、こういうふうな話にもなりますよね。で、あとお客さんの入り方は変わってきますよね。実質的な売り上げ、複数本拠地制度でね。だからその辺のところで創意工夫を行って、とにかく体育館の建設はもうしちゃダメ、そんなにすぐに老朽化するものじゃありません。そもそもで言うとそんな高い金額返済なんか絶対無理。1年間で200試合組んで全部満席にしていても、あとはもうチケットの代金もう結構な価格に設定しなかったら返済なんかできない、できない。本当はその土地代建物代込みの210億円というその体育館を各球団が所有して固定資産税払いながら返済してもらわなきゃならないから、最初から破産するの確定なんですよ。サッカー界もプロ野球界でさえヤクルトと横浜ベイスターズは自社で土地と球場を自分たちで運営します、自社の持ち物にしますって、これできてないんです。プロ野球業界でさえ年間140試合ほどするでしょう。それでも無理なんです。年俸を変な価格を選手に与えなければ、本当は球団所にできていた球団気が引き締まる各都道府県本拠地制度を用いる、そこそこ順位が悪かっても今だったらクライマックスシリーズがある、まあお客さんがある程度入ってくれる。で、正直誰が損するか、それは順位によって、楽しめたかどうかであって、年間シート席を買う行為ほど危険なものはないっていうことになるんですよ。ね、全試合見に来なきゃなんなくなるでしょ。交通費かかるでしょ。順位悪くなったら本当は見に行く気にならなくなるでしょ。だからそこいう部分があるから、優勝は野球界でいうと1950年代から換算して、まあ、交流戦だとか、リーグ優勝だとか日本シリーズの日本一、この優勝回数を揃えなければならない。最初にたくさん優勝していて金遣い荒かったあなたたちの責任でしょっていうことになる。だからジャイアンツなんか終わり、読売ジャイアンツね、昔なんか軍って言ってましたから、そこは胃の一番にフリーエージェント制度とかを導入したり、東京ドームを一番最初に作った、エアコンをたくさん使用してきた、とんでもないエネルギーの量を消費してきた、近くで、温泉出てきたのにそれを地熱発電にすればよかったのに、スパワールドとか何かそういうふうなものを作ってしまったと私は記事で見ています。だから記事にその正確性を書いたものを載せられても無理なんですよ。現地まで見に行けないですから、私もお金ないですから。だからこれが現実世界ですから、この話を男子バレーボール代表の人たちに伝えてるんですから、どうせ動員かけられてるんでしょう、会社関係の人たちに。それでなんとかスタジアム埋まってる方でしょう。だからその辺は正直に言った方がいいんです。そういうものなんですって。だから本当にバレーボールが好きな人が見に来てくれたらいいものですし、本当はね、会社の販売してるものとかを従業員に買わせてはならないんです。法律でそうなってるんです。判例でも。どうせ分かんない人はそれしてるんでしょう。だから進めたらダメなんです。そもそもで言うと。ね。っていうことは動員かけれないんです。順番に行くと。で、その、季節に合わせて南から巡業することによって、例えば夏場とかだったら、北海道東北北信越で試合を行う、成田とかでね、昼間なんかだったら
日光と気温でお客さん蒸し焼きになりますから、エアコンなしだったら。でチョイスするべきところの体育館は本当は窓が開閉できる体育館。まあこういうことですね。でサッカー界も早く、2リーグ、6チームずつに編成し直して、そこから先はまたそこから先で考えさせていただきますっていうのは、これが私の本心です。もともとはもう固定資産税までもし本当に払ってくれていたら、スポンサー料金もあのスポンサーになってるところが国の税金回してもらってるところが多いですから、そうなってくると5000億円ほど使い込みされてるんですよ、サッカー界に税金。びっくりするでしょ、巨大な横領事件。だからそれを政府が黙認していた。何にも変わってない、この世の中。その辺のところを一気に変えようとしているのが愛圭介であって、それはもう海外からの抑え込みがなかったら無理なんですよ。警察官が真面目に動かないで、僕を精神病院行きにして隠蔽しようとするから、上からの指示でね。だから年齢制限だのなんだのっていうアダルトビデオコーナーの裁判の判決が本当にあるのであればですよ。その裁判官どこの誰だったんだと。実名と住んでる住所、全部公開しなさいと、その一族。そういうことになります。間違えた判例出したら確保しなさいよっていうことですよ。よっぽど知識のある人間が裁判官にならなかったら、裁判官も訴えられる、捕まえられるの話なんですよ。で、インターポールという国際機関の組織の中に各警察は存在するんです。だから警察官が警察官を捕まえるという事件は多々あります。昔からです。まあ、状況をご理解していただいたら何をしなきゃならないのか。河合さんがこう言ってきてますよっていうことを、まずバレーボール関係の組織内でその話言わなきゃならないですよね。で、スポンサーとなっている企業にも言わなきゃならないですよね。で、国会の方には河合さん言ってるって言ってますよと。マスコミ関係にも言ってるって言ってますよと。海外にも言ってるって言ってますよと。どうしましょうと。こういうことです。あとは自分たちでしっかりと対応してください。世界戦、ネーションズリーグ、いりません。無理。エネルギーの消費が加速する。河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電とかまど発電。こういったものはしっかりと配備できてから、かまど発電も運動部のある、高校大学と一般世帯の普及に関しても500万世帯ほどの普及を目指したい。しかしこれはかなりの年数がかかる。一応 10年ぐらいで狙うみたいなことをホームページに記載してるんですけども、それは多分実現できないでしょうね。で、それぐらいのあくまでも意気込みで記載しなかったら無理なんですよ。どっかで誰かが勢いつけなかったらその方向でなかなか動かないでしょう。とも昔に今頃学校、運動部のある学校にそのかまど発電が今のところ配備されてる方なんですよね。で、アメリカでジョー・バイデンさんがなぜ選ばれたかというと、バイデン、電気を売ると書いてバイデン。ね、高校生の人たちにも、運動部の人たちにも、時間給つけてあげなきゃ、無賃金労働なんかさせたら、ね、違法行為になるじゃないですか。奴隷制度になって。だからどこかで、まあ職業選択の自由が日本国憲法でありますよ。だから全員無理やり参加はできないんです。だから自主性が必要になってくるんです。だからその自主性を評価してあげなきゃならないんです。我々は参加しましたぞ。同社の書き出し、これぐらいの日数出勤しましたと。まあその時に、そういう実績を持って、まあ会社での採用を認めるかどうかという話になります。ただし、会社もどこも先進諸国どこも少子化だから、どこも過剰競争になって枠なかなかありませんよっていうのが、これが社会の実態です。以上です。皆さん何をしなきゃならないかよく分かったはずです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。